はい、本日はですね第7回目の撮影をしております。はい、で本日も女性オーナー特集でございます。はい、ということでね、私も今回気合が入っております、いつも以上に。はい、で今回さらにですね、まあうちのメンバーではなく、もう皆さんが知ってる YouTuber の方が来られておりますんで、ちょっとご紹介の方させていただきます。こんにちは、ヌヌファクトリーのヌヌです。はい、ヌヌファクトリーのヌヌちゃんでございます。はい、いや本当こんなね登録者400人弱のチャンネルに来ていただいて、もう本当下からですよ、本当にね、ありがとうございます。何度かね、お世話させていただ、はい、ね、ご一緒させていただいて、はい、ありがとうございます。で、まあ、今日もね、ちょっと LS ばっかりはなってしまうんですけど、はい、まあ、撮影をしておりましてですね、まあ、ヌヌちゃんから、まあ、ヌヌちゃんクラウンオーナーなんで、はいはい、まあ、レクサスバーッと並んでるの見てみて、どうですか？かっこいいですね、迫力がないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうなんか感謝感激で何を喋ってるか分かんないですけど。はい、まあ、確かにね、クラウン、まあ、レクサスもありますからね、迫力はありますよね。はい、じゃあちょっとズバッと聞いちゃっていいですか？はい、ヌヌちゃんから見て、はい、まあ、この今5台いるんですけど、はいはい、どれが一番好みですかね？やっぱり早朝の、早朝ですよ。あ、これあ、これ、はい、さっき打ち合わせと違うじゃない打ち合わせと、さっき違う車、これドノーマル。ああ、じゃあちょっともう一回、テイクス、はい、ちょっとじゃあヌヌちゃんが選ぶですね、はい、まあ、僕らこの5台の中でどれが一番かっこいいですかね？そうですね、やっぱりコスタリカはシンプルめのカスタムっていう感じなんですが、はい、そうですね、ただ一つを狙っているのがヌヌさんの、ね、お、ヌヌさん、ありがとうございます。こちらですね、まあ、やっぱり一番ね、まあ、一番お金のかかってる車っていうのもありますし、でも、まあ、ちょっとイベント向けのというか、ちょっとシンプル、いや、シンプルです。あ、シンプルですね。はい、あ、シンプルですね。はい、で今後の、まあ、カスタムという意味でも、まあ、こういったところも取り入れながらというか。そうですね、参考にさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、まあ、なんか今後、まあ、ヌヌちゃんもカスタムしていく中で、はい、まあ、僕らでよければ何でも聞いてください。はい、いや、いいんですか？いやいやいや、ぜひぜひぜひ。でも本当にあ、まあ、頭下げないでください。僕がずっとこうやって頭下げてますから。はい、で、まあ、本日の企画はですね、まあ、ヌヌちゃんに私の、まあ、LS に乗っていただいて、まあ、試乗しながらちょっとレビューというところと、あと私が個人的に聞きたいことをちょっと、まあ、ドライブしながら、はい、いいですか？あ、もちろん、はい、聞いていこうと思いますんで、じゃあこれからやっていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、今ゆたのさんに私の車を運転していただいて、なおかつこの後部座席ですね。天使が迷っちゃう。いや、本当にちょっと視聴者様すいませんね、ちょっといいところの空間同じさせてもらいまして、ちょっとレクサスの LS、まあ、私の車に乗ってみてのね、はい、ちょっとご感想というところと、まあ、ちょっと雑談をしながらちょっとお話していこうかなといった感じで、はいはい、まずですね、まあ、この前僕の多分内装をいろいろ紹介させて、ね、してもらったと思うんですけど、はい、実際こうやって試乗って多分、はい、レクサスの LS 乗ったことある？ないと思います。ないと思います、はい、ってことはじゃあ今回初。そうですね、初っていうところで、どうですか、はい、まあ、正直乗ってみての感想。いや、すごい静かですし、はい、なんかロードノイズとかも全然なくて素晴らしいんです、はい、ありがとうございます。さすがです。ベタ褒め、ありがとうございます。私自分の車なんで後ろに乗ることなかったんですけど、すいません、我ながらいい車ですね。そうですね、本当にビップ車って感じですよね。で、まあ、私も前、まあ、クラウン乗ってたんですけど、はい、まあ、クラウンはクラウンなりのねいいとこもあって、でもこの LS っていうのはやっぱりこの、まあ、ロングなんでね、はい、この広さもありながら、ね、そうですね、広々と広いっすよね、はい、なんか社長気分になっちゃう。いや、そうですよね、なっちゃいますね。シートも座り心地が、そう、柔らかい、素晴らしい、ふわふわして柔らかいですよね。まるで雲の上のような感じ。やほだ、ありがとうございます。そんなデータも見いただきまして。いやいやいや、そうです、以前総長を取材させていただいた時、はいはい、この内装のこのキャメル色っていうのが、はい、もうおしゃれでいいですよね。
いや本当にね、はい、まあ、本当に私は前もお話しさせていただいて、はい、本当にメロンナイトって白の方が欲しかったんですけど、はい、あ、はいはい、まあいいですよね、いいです、すごいこの評価を結構いただきまして、はい、あの前のオーナー様ありがとうございますこんないい車いや、いいですね、いいっすよね、はい、本当に、まあ、クラウンとか確かにあんまり選べないんですよね、内装ね、っていう中でやっぱこのバリエーションの豊かさっていうのは、はい、いい部分ですよね、そうですね、ありがとうございます。でですね、はい、次は、まあまあ、ちょっとクラウンの話でというか、ふ、はい、ーちゃん今後いじっていく、まあ、カスタムの話をちょっとしようかなって、はい、で、はいはい、あのクラウンはなアスリートいじっていく、ね、そうですね、ただいまカスタム勉強中でして、はいはい、今後いじっていこうかなと思います。なるほどなるほど、はい、でもその次今直近で何かやりたいこととかまずあるんですか。はい、そうですね、直近ではまず車高を下げるというのと、ほうほう、はい、あとキャリパーカバーとか、まあ、ちょっと細かいところですけど、キャリパーカバーっていうの、はい、女性の口から聞けることはなかなかないですよキャリパーカバーわかりますか、ね、ブレーキのキャバ、はい、キャバ、キャバ、噛んじゃいました、相変わらず噛んじゃいましたねちょっと久々にドキドキしてすいません、ブレーキのカバーを色変えて、 あと車高下げたいと、はい、そうですね、おうおうおう、はい、じゃあ結構男前な、そうですね、ちょっとはなっちゃう。ありがとうございます。まあかっこよくしていこうと。はい、そうですね、かっこよく。なるほどなるほど。はい、それ車高下げるのは車高調で。そうですね、車高調で、うんうん、はい、実はこの前ちょっと帰ってきたんですけど、まだ動画には、はい、出てないんですけど、はい、一応もう施工済みで。へー、はい、それもしかして、はい、どっかでやってもらったってことですか、ね、いや自分でやりました自分でやった、めっちゃ重かったです。でも確かに、はい、ゆめちゃんいろんなのやってるよね。あ、そうですね、ホイール変えたり、今まさかと思って聞いたんだけどこれ車高大変でしょ、変えるの大変でした、めっちゃ重いですしね、なんかそのなんだろう、ブレーキを下に押さえながら、はい、純正のを取るみたいな、はい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 、もう大変でした。なるほど、はい、ちょっとね、私も今知ってる口調で喋ってますけどいつもねショップにお願いしちゃってるんで。あ、そうなんです、ね、今度ぬんちゃんお願いしますね。じゃあそんな総長の命を預けられても。何何何、そんなもう総長とかやめてくださいよ。いやいやいや本当に。じゃあその動画はじゃあ今後。そうですね、出るってことですね、はい、あとキャリパーカバーも一緒に交換してきましたので。なるほどなるほど、はい、じゃあそれはちょっと皆さんちょっとご期待していただいてですね、かっこよくなりましたよ。いやいや楽しみですね、はい、じゃあそれをとりあえず車高下げてキャリパーやって、はいはい、まあもちろんやっぱり変えますよね、うん、あ、そうですね、ホイールね、あ、ホイールもまたちょっと今純正オプションなので。あ、でも純正オプション人気なんですよね。でもあれもかっこいいんですよ、あの21のね、はい、ブラックのやつね、かっこいいですよね、はい、かっこいいんですけど、ま、なんかまあ別のにちょっと変えてみたいなと思う。なるほどなるほど、はい、結構男気あるね、まあボディも黒だし。あ、そうですね、じゃあ結構まあそういうの考えながら。そうですね、ちょっとバランスを見ながら、やっぱり最初は足回りからと小谷さんにも教えていただいたので今ちょっと鼻高くなっちゃいましたそうです、まずは足回りから。そうですね、はい、やっぱりまあやっぱお金のかかるところから確かにやっていった方がいいのかなっていうのはあるんで、はい、じゃあまあアルミ変えて足やって、はい、でそうなってくると次はもう、うーん、そうですね、フルエアロですよね。フルかはわからないですけど、うんうん、まあ、もしかしたらフロントだけかもしれないです。はい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 、まあ、ちょっとはい、まあ、その辺も変えていきたいなと。本当、今なんかねちょっと失礼になっちゃうかもしれないですけど、はい、ちょっと男性と喋ってるのかなっていうのがすごいやっぱ詳しい。いえ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 、でもこの前ちょっと車高を、はい、3センチぐらいから下げたんです。あ、もうやったんだ。はい、で、これからまたちょっとインチアップもタイヤするので、その時にちょっとバランス見てもうちょっと下げたいなとは思ってます。あ、じゃあ結構下がる感じよね。着地はちょっとあれですけど。まあまあ、車高調でね着地しちゃったらちょっともう2度見3度見しちゃうのよ、ね、男気あるなっていう感じで、ね、じゃあ結構もう楽しみがっつり、じゃあまあ順序追ってそうですね、やっていくという感じで、はい、とりあえずその3センチぐらいで様子見て今下がってて、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、でも全然乗り心地もそんなに変わらなかったので、うんうんうん、よかったなと。まあ確かにね、はい、この乗り心地っていうところは、まあ、ある程度、ね、まあ人それぞれだと思いますけど、はい、ある程度妥協していかなきゃいけない部分ではあるかなっていうところなんで、うん、まあ本当分かんないこと僕らでよければよろしくお願いします。いやいやいや、何でもやらさせて、お答えさせていただきますんで。カスタムのプロなんで、越谷凛花さんは。聞きました。聞きました。これ、峰さん、それ僕に個別でください、今のところ。ちょっと記念に撮っとくんで。
はい、でまあ、そういったところで、ね、カスタムの話をちょっとお聞きしましたというところで、はいはい、まあ、あとちょっと僕がちょっと個人的に聞きたいことを、はい、いいですか、はいはい、あのまあ、もう僕これ今チャンネル開設して、はい、まあ、2ヶ月ぐらいなんですけど、はい、まあ、あのチャンネル登録がまあ今大体500人ぐらいかなっていうところで、はいはいはい、そのまあ今ヌヌちゃんのってどんぐらい経つ、初めて初めて1年半ちょっとぐらいですかね。おお、はい、まだ1年半なんだ一昨年の10月からなので。へえ、そうですね。で今もう、はい、万人ぐらい行ってます。やっぱりこのヌヌちゃんの魅力が、いやもう本当ね、わがままが通るなら毎回出てもらいたいです。いつも協力してくださってる皆さんのおかげです。こうしたニカさん、いやいつでもさせていただきます。いやいや、ありがとうございます。やっぱりあれですか、はい、結構その、まあ、始めてみて、はい、まあ、やっぱり僕らも、まあ、視聴者の方を、まあ、増やしていきたいというのもありますし、はい、ただやっぱり僕らがだけが、ただ面白いだけの動画も配信してもっていうところもあって、うん、どういったところをコンセプトにして、はい、こうやってるのかなっていう。そうですね、私としてはその車離れって結構今、そうですね、あるじゃないですか、うん、車好きが一人でも増えるようなコンテンツを目指していて、うん、まあ、車を持ってる方にもそのなんていうんですかね、勉強になるって言ったら、まあ、ためになるというか、はいはいはい、ようなあの動画作りを目指してます、うん、なるほどですね、はい、じゃあ、まあ、生意気ながら僕らも同じようなテイストでやらさせていただいてる、はい、っていうところで。越谷一家さんはあれじゃないですか、 YouTube で結構人柄の良さとかが伝わってると思うので、うん、はい、そのままでも全然私的には面白いなと思ってます。はい、すいません、もうなんて言葉走るのか、もう出ていただいて、こんな褒めていただいて、もうこれ夕飯いらないね。もうこれ夕飯いらないね。お腹いっぱいになっちゃった、まあ、なんかやっぱりまだあの、はい、カスタムの車怖いなっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そう、中にはそこなんですよ ね、ちょっとやっぱ悪いイメージがね、はい、特にセダンなんかちょっと怖いイメージがあるのかなっていう中では、うん、でね、まあ、払拭していきたいですよね、はい、そういった意味でもその越谷さんの愛嬌というかキャラというかありがとうございます。そういう怖いというイメージを取っ払っていくのかなって思って。はい、まあ、今こうやって言っていただいて、視聴者の皆さん本当申し訳ないですけど、これ打ち合わせしてないですからね。私がお願いして言ってって言ってるわけではなくて、本当に私が思ったことを今言っております。もう本当もういいかな、もう気持ち悪くなっちゃって。で本当にね、その車業界やっぱりちょっと盛り上げていきたいですよね、はい、本当にセダンはその遂行傾向にあるので、そうなんですよね、うん、まあ、一緒に盛り上げていただければと思います。いいっすか、おいしご一緒させていただいていいっすか。よろしくお願いします。やっぱりそういうのがありながら、はい、まあ、もちろんヌヌちゃんの魅力というのもありながらで、はい、こうやっていきながらと、はい、感じですね、はい、あとまあ結構その、まあ、パーツレビューとかあると思うんですけど、はい、どうなのかなっていうか、話がこう入ってくるというか、はい、っていう感じでこうやっぱお話いただく感じですか。あ、そうですね、ありがたいことに企業さんの方からお話いただいて、うんうん、はいはい、はい、であのレビューをさせていただくっていう感じですね。やっぱ、まあ、はい、確かに車乗ってる方とかね、パスとか確か分かんない部分ある中では、そう、はい、私なんかも全部見てるんですけど、あ、いやいや見てます見てます。やっぱりまあ、そういったところでこう全体でね、はい、僕ら、まあ、YouTuber って、まあ、私が言っちゃったらあれですけど、はい、YouTube っていう、こう、はい、ツールを使って、まあ、はい、本当ね、そのパーツも含めて盛り上げていきたいですよね。はい、そうですね、はい。なるほどですね。じゃあそんな感じでやってきて、で、はい、今後も、でも今後あれなんですよね、ちょっとカスタムな部分を、はい、ヌヌファクトリーチャンネルでは取り入れながらと。そうですね、はい、カスタムも多々やりつつ、はい。はい、で、引き続き、車の良さだったりとかも、はい、伝えつつやっていければなと。なるほどですね、はい、本当にしっかりしてる。いやもうちょっとまあ私は年上なもんでね、ちょっと目に行っちゃいましたけど本当にしっかりしてます。まあ、じゃあ本当ご一緒に、はい、まあ、今後もそうですね、よろしくお願いします。はい、カスタムに関しては、はい、私のキャラでよければ、やらせていただきますんで、よろしくお願いします。心強いです。いや、ありがとうございます。すみません、まあ、一応こんな感じで、ただ私が嬉しいだけの動画でしたけど、まあ、一応こんな感じで、ちょっと今回レビューという形で撮らさせていただきました。はい。はい、で、まあ、この後ちょっとエンディング、ちょっとまたお付き合い、はい、ちょろっとで、ちょろっとでいいです。いや、全然、もう全然付き合います。で、あと、まあ、一応、まあ、私たちのチャンネルで、私と小泉のね、カメハメ。やってまして、まあ、それ、早朝ポーズ。早朝ポーズ。あれをちょっとお付き合い願えたらなと。はい、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。
これからも、はい、動画で使うかもしれない。ヌヌファクトリーの方にも。ああ、それは、それちょっと話別に。あ、大丈夫です。大丈夫ですか？ちょっといや、あの、視聴者の方、あの、ヌヌちゃんが、この後、ソーチャポスやってくれそうなんで、最後まで、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今回の動画をですね、撮り終わりまして、ちょっとエンディングトークというところでございます。はい。で本日本当に、こんな底辺 YouTuber のチャンネルに出ていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。いや。では、まあ、僕らのチャンネルも、もちろんなんですけども、ヌヌファクトリーのね、チャンネルの方も、皆さんもちろんご視聴の方、お願いしますと。お願いします。はい。で、今後も、ワンチャンあります出てくる。あ、もう、ツーちゃん。あ、ツー、ツーちゃん、サンちゃん。全然あります。あ、もう調子乗っちゃうぞ、ことしてると。で、今後、出ていただけるということで、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃもう一個お願いですか。はい。まあ、私といえばっていうポーズがあるんですよ。はい。最後に、それ、いいですか。あ、もちろん。あ、いいですか。はい、じゃあせーのでいきましょう、はいはい、じゃあせーの、またねー、バーイ。